はサウロロフスア,カに属する恐竜アラスカ州の北極圏で発見された。アラスカで見つかったエドモントサウルスとされることがあるのは、この動物のことである。本属は、現在のところウグルナールククークピケンシスウク、クカピカンシス一種のみを内包する。俗名は、イヌイットの言葉で、太古の草食動物を意味する。模式種の種名は、 クークピック・クカピックというアラスカの地名にちなむ。ウグルナールクの幼年個体の復元頭骨1980年、アラスカのコルビル川リスコム・ボーオンベッドにある、ウミアとアンビエットで6000本以上ものハドロサウルス、ルインの骨が見つかった。最初に、それらは、ランベオサウルス赤のものであると考えられた。後に、サウロロフス赤のエドモントサウルス属と改められた。 より細かく言えば、エドモントサウルス・レガリス・エドモントサウルス・レガリスと特定された。ほとんどの骨が幼い個体のものだったので正確な、同定ができなかったのだ。2014年、森博氏は、アラスカの標本とエドモントサウルス・アンネクテンス、エドモントサウルス・アネクトンズの骨とを統計学的に比較し、両者は別々の属のものであると結論付けた。 親族の発見は2015年9月22日に森、ドラッケンミラー、グレゴリー・エリクソンらによって記載論文が発表された。ウグルナールクは2015年にオープンアクセスのフリージャーナルで記載された18の恐竜のたくさのうちの一つである。しかしながら、ウグルナールクの独自性和族を分けるほどではないのではないかという意見が2017年。 配信と学生らによって提示され、基地のエドモントサウルスではないが、エドモントサウルス族内の新種であり、ウグルナールクは疑問名であると主張された。ありがとうございます。